赤星勲章アフガニスタンで獲得した赤星勲章を3つ身につけているアナトーリー・レーベジ、チューサミン・アイフクニ、赤星勲章と共に他の章を身につけている元アフガン従軍兵イーゴリ・ウラジー・ミロビチ・ビソツキー赤星勲章が描かれている1946年の65ペイカ、切手赤星勲章はソビエト連邦の勲章である。 1930年4月6日のソビエト連邦最高会議幹部会の法令により設立され、1930年5月5日のソビエト連邦最高会議幹部会の法令で規定された。この法律は、1936年5月7日、1943年6月19日、1946年2月26日、 1947年10月15日、1947年12月16日、及び1980年3月28日のソビエト連邦最高会議幹部会の法令第 1803X 号により改正された。赤星勲章はソ連の陸軍、海軍、ソ連国境部隊や内務人民員部保有軍の兵士に授与され、さらには、 KGB のメンバーだけでなく、内務省付属の国内軍科士官と、職員、部隊、軍艦、団体、企業、何らかの機関や組織に、外国の軍人にも、以下の条件を満たしたものに授与された。赤星勲章は二等祖国戦争勲章の制定直後に制定されたが、ソ連の他の勲章の中では、解とされ右胸に着用されていた。赤星勲章は、 ロシア連邦の勲章か気章の存在下で着用した場合、ロシア連邦の勲章が優先される。赤星勲章は15年間、軍務、国家安全保障、警察のいずれかの職務についている人物を期するために1944年から1958年まで長期報告章として使用されていた。しかし1957年9月14日の、 ソ連最高会議幹部会の命令は一部の軍事勲章が本来の目的から外れて長期報告章として使われることで価値を減じていると指摘した。これにより1958年1月25日にはソ連国防省内務省国家保安委員会委員長の共同命令によって完全方式章が制定され長期報告章としての使用は終わった。 赤星勲章は銀色の後帽性に赤いエナメルが塗られ、幅が 47mm から 50mm ある。表面の中央には街灯を着てライフル銃を携行している直立の兵士が配置されており、参加人の盾の円に沿った細い帯状のレリーフには共産主義の標語であるロシア語が表記されており、兵士の下にはと書かれた刻印がある。 三花銀の盾の下には、鎌と土がある。勲章を衣服に取り付けるときは、ボタンの糸をねじって取り付けた。勲章を着用していない場合は、代わりとして、胸の左側に略樹を着用することができた。赤星勲章の略樹は両、横が暗積色で 24mm 幅の絹のもわれ模様であり、中央には 5mm 幅の銀色の縞模様がある。 赤星勲章は1000人以上に3回、150人以上に4回、15人以上に5回、5人以上に6回授与された。以下はこのような複数回受賞者の一覧の一部である。ありがとうございます。